ゲームのタイトルはその名もゴーンイズゴーン、消えたゴンです。パソコンゲームのダウンロード販売を行う Steam のサイト上の説明によると、ゲームはニッソンの元 CEO ロスカルゴンをノンレバ国に脱出させるというものです。敵の検察などから逃れるため、お金を投げつけて倒し、楽器箱に身を潜めたりしながら空港を目指します。 お金をすべて失えばゲームオーバーとなり再逮捕されるという設定です。このゲームは実在の人物、団体、国家、施設とは無関係だとしています。今月二十二日に配信される予定です。